はい、止まらな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 い、ロッチカーでおかしい、ロッチカー、ロッチカー、ロッチカー、はい、おかしい、ロッチカー、ロッチカー、ロッチカー、足止まって、おかしい、ダメです、動いて、動いて、なんだこれでスタンバガラス全部倒したんで、いろいろ思いありますけど、伝わるかなと思います。はい、まあでも彼ら川上にしても石川にしても岡林にしても、彼らなりに頑張ってる。それはもうね、他の団体の若手に
全然負けてないし、うん、むしろすげえんじゃないかと思います、うん、ただね、いろいろ今言ってることはこのストロング BJ に対して関本大輔というねとてつもないチャンピオンにねオープンに抱っこになっている部分っていうのをちょっと警笛を鳴らしたいなと思ったんで、うん、3人は3人頑張ってますよ。ただそこの位置にいると、ね、橋本なり若いのね上谷だって今ちょっと怪我してますけど、そのうちねそのまま止まってると追い越されますよ、うん、そこをねちょっと警笛を鳴らしたいなと、うん、思ってやってました。今日は、まあ、この後タイトルマッチありますけども、うん、どういった気持ちで見られますか。いやまあそこはなんていうんですかね、とりあえず今タイトルマッチメインであるんで、僕がどうこういうあれでもないし、うん、そこは僕がこうやって言い続けたことによって、まあ、今回大輔もし防衛したら何らかの行動はと期待してますけどね。